多分今の電車が折り返してきてやろ。ここは綺麗な規制になってんだ。はあ、着いた着いた。おっかばいち。よし。何分かな。まあ何分や。41分。で、今、発生フォームが行ったで、16時49分やから。38分がもうちょっと前に行ってんのか。そうすると区間快速、あ、名古屋行きの区間快速、あ、これになったらもうそのまま名古屋行けるよ。だってええやん。で、それが、16時、今16時やな、17時8分か、名古屋行き。それでもそのまま名古屋に出ちゃいましょうか。乗っ取るだけで今日から先そのまま金山名古屋で行けるみたいですからね。そうしよう。ほんでそうかな、中で回ってるから。どうしようかな、自販機かなんかあるか。自販機あるな。あ、今これ流行ってますね。もうすぐらしいんで、ちょっと見てみたいし。新長島で話題にそった早見さんも出てるらしいですもんね。あ、あーあーいやー、まあ、迷うな。うん、もう買ったし、中で待つか。綺麗な汽車ですね。よいしょ。あ、チャージしとこう。ご希望のボタンに触れてください。もう動かない。待って、これ、宮本乗ったし、もともと今、くじですね。で、これじゃない。あぶね。チャージすると、ついそのまま、パッとしちゃいそうになりますからね。全然使えるので、これ使っておきましょう。おっかは、一番ホーム、こっちでも取ったりか。あー、言うてぐるっと回りましたね。一応使える範囲で言うと、こっちのね、米原、海の赤坂、こっちも海の王と、どこまで使えるんだったっけ、ゲドまで使えるか、ゲドまで使えて、この切符ね。で、こっちは中央本線、中津川はどこまで、どこまで使えるんだ、木曽平沢まで使えるんだ。どこだっけ、木曽平沢、ここだ。正直のちょっと手前まで使えるんですね。ここまで使えるんだ。へえ、広いですね、だいぶ範囲で。飯田線は飯田駅まで使えるから、飯田ここっすね。うん、はい、この前話しとった、飯田線で話しとった三河一宮から、新市道流しの本流しのここか、この辺りまでやったら全然この切符でカバーできるんでね。まあ、あの往復切符のねメリットは、あの新幹線が使えるっていうのはね、400円で使えるよっていうのが、あのメリットがあるんでね。まあまあそれぞれの、ニーズに合わせて、名古屋近郊やったらね、絶対あっちの方が得になってきますしね。四日市からやったら微妙か、分けて乗ったら1690の2400やから、ああそうかそうか、新幹線使って早く行きたいなっていうんだったら、まあ、もうそっちに切り替えて割り切ってもいい、良さそうですけどね。こっちだとこんな感じで途中で降りてね、いろいろと見ることもできますからね。西岡崎とかね、まあ、とりあえず座ってもらうと、荷物が重たいんだ。これね、バッテリー増やしたのはいいんだけど、重たいんだよね、バッテリーが。ほぼほぼこのバッテリーの重さで半分ぐらい持って帰り取る感じがしますもんね。
日帰りやつはそこまで使いませんからね。ここのやつはそんな付属だそうですね。ただあれですね、ここもバリアフリーにはなってないから、むしろあのさっきの何でしたっけ、亀崎の方のその辺りあれですね、うん、あと一応ここからね、そのまま亀崎行きますか。ここからね、一応企画としては亀崎と亀山を間違えてしまった人のためにね、亀崎から亀山の行き方をね見ていきましょうと。なんだそれは。あれもまあ亀崎の先っていう字に山辺が入ってるから、先の字にそう入ってましたね、山が入ってるから、そうするとパッと見てワンチャン亀山と間違いなくもないかもしれない、ね、どうかな、無理がある気がするけど、まあどうせ亀山に行かないといけませんからね。どうしような、免疫でなく食ってこかな。でもね、またね7日に来るんだよな、免疫は免疫で、はあ、電話ボックスあんなとこになるの、こっちから取れん、こっちから取れんような構造できるのかな。まあ頑張れば取れるか。つけたのが昔の話でしょうからね。まもなく1番線に列車が参ります。危険ですから黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。まもなく列車が参ります。ご注意ください。Mm-hmm.